秘密という作品は4年ぶりの新作なんですけれどもあの今まで、えー、なんとなく3年に1回は新作を作らないと、えー、お客さんにもいろいろ文句を言われるんで、えー、書いてきたんですが去年その3年に一度の年だったんですけれども、えー、どうしても書くことができず、えー、断念し「えー、歌姫」という、えー、テレビドラマにもなった作品で、えー、逃げの一手を打ったんですけれども今年はもうそうもいかず、えー、新作をやるということになり 追い込まれて仕方なく、し、えーはいえー、仕方なくといいますか、心を込めて4年ぶりに作った新作がこの秘密という作品で、えーまあ、この作品の内容というか、ですね戸田さんとこういう格好をしておりますが、えー、今回、戸田さんとまずご一緒したいということで、一番最初に始まりまして、当時はまだ本も何もない状況で、戸田さんと一緒に何を。 やったら面白いだろうかというところで、えー、かつて、えー、映画監督の堤幸彦監督からですね2、えー、人ともちょっとあの仲がいいんですけれども2人でぜひ夫婦漫才の芝居をやってもらいたいと、えー、やってもらった暁には、えー、僕が映画化したいと、えー、言われまして映画化してもらえるんだったら2人で夫婦漫才の話でもしようかななんて <laughs>、えー、思って、えー、作った作品です。 こういう格好をしてますが、実は、えー、僕たち本編ではこういう格好をしません。<laughs> <laughs> なんでこういう格好をしてるかよくわからないというかあの、いや、あるんです、あるんですけれども、えー、本編ではこういう格好はしません、今日記者発表のために、えー、こういう格好をしてまいりました。えー、どうぞご期待いいただければと思まますす、えー、全国、えー、10カ所10カ所まいります 10カ所ほどもあります、えー、たくさんの方と一緒に、えー、見てもらえたらとたくさんの方に見ていただきたいなと思っておりますので、えー、皆さん一つ PR の方どうぞよろしくお願いします、えー、今初めて宅間さんから知らされる事実もたくさんあったんですけれども宅、えー、フェスに初めて参加をさせていただきます。えー、出演が決まった時から えーまあ、私の周りからたくさんの皆さんに「タクフェスについに出るんだね」というふうに声をかけていただきましたこの「ついに」というのはどういう意味なのか私にとってもよくわからないんですけれども、あのー、みんながとにかく出るんだねっていうふうに言ってくれるのでとても期待してくれてるんだなというふうに思いますえー、今回、えー、タクフェスに出させていただくことで。 え自分は本当にあの感謝の思いいっぱいなんですけれどもえそもそもあの僕はあの高間さんの作る作品,に作品の大ファンでえそして「歌姫」という作品でえ舞台でえやらせていただいたのをきっかけにえまああのお司令させていただいてから。 あの食事だのね、あの行かせていただいて、ドミノ席で、拓馬さんにあの、ぜひ僕も拓馬フェス出させてくださいということであの、今回こういうふうに実現させていただきました。えーまあ、本当に、あのーまあ、ひょんなところから、えー まあお酒の場を借りてお酒の力を借りてねこういうタグフェに素敵な作品に携わらせていただきますけども一生懸命頑張っていきたいなと思います皆さんどうぞよろしくお願いしますあ福田咲です今日はよろしくお願いします今回私はタグフェスに初めて参加させていただくんですけれどもとにかく緊張してドキドキしていますそしてあのどういった傾向になるのかそして舞台になるのか 私自身もすごく楽しみですし最初にあの本をいただいた時の衝撃を忘れずに最後まであの突っ走っていけたらなと思っていますあともう一つ目標に今回していることがあの今回、タクフェスを参加させてに参加させていただけるということでタクマさんにお会いした時に最初開口一番に大阪好きですかって言われてなんで大阪なんだろうと思ったらお酒だったんですね。 あのお酒お酒おおおお酒おおお酒をおさ大阪に聞き間違えてしまったんですけどあのあお酒がすごく今回はポイントになるのかなと思ってあの少しお酒を好きに今回のあの舞台の皆さんと楽しくこう飲めたりするのかなっていうのが一つ目標にその時になりましたあのそんなに強くはないんですけどあのそこも皆さんに少しずつ教えてい もらいながらあのー、いいチームになっていけたらいいなと思います。えー、よろしくお願いします。えっと私は、えー、タックフェス二、えー、度目出させていただくんですけども、前回は U という作品で初めて出させていただいて、まあ、本当にその時にもう、あのー、もうすごいなんかみんな。 団結して部活みたいな感じで稽古してて初めてそういう場を見てなんかすごい熱い青春してるなっていうか稽古場もみんな一生懸命です,うんすごいなと思ってあとあの福田咲ちゃんも言ってましたけどとにかく私 U であの本当にお酒に目覚めたっていうかあのめちゃめちゃ鍛えられてどんどん。 一線一線強くくなっていくってていいうかあのもう今や前よりも強なってるんじゃないかな今回もそういうところを戦っていけそうな気がし,してます。はい、であの台本を読ませていただいて「秘密」あの本当にまにいろいろなんか,か考えさせられる話なんですけどあのでもやっぱり愛。 そのきれい事じゃなく愛っていういろんな形の愛ですけどがやっぱりあるから人間は生きていけると思いましてやっぱり人間に生まれてよかったなって <laughs> <laughs> あの思いました動物も愛あると思うんですけどあのそのイボイノシシとかじゃなくてあの人間 やっぱり人間に生まれてきたことがすごく良かったなと思ってます <laughs>。よろしくお願い,いたします <laughs>。どうもありがとうございます。えー、タクフェスになってからは初めてなんですけど、タクマさんの作品はあの東京セレソンデラックスの時に口づけという作品で、えー、に出させていただきまして、それの二度目の作品になります。 えとあのとてもいいお話でいいお話だけど一言でいいお話って言えない切ない悲しい部分もありとても深いお話だなと「この秘密」の台本を読んだ時に思いましたえー、とあの初めましての方がたくさんなのであの早く慣れて皆さんと素敵な作品を作れたらなと思っていますよろしくお願いします えー、今回、あのー、台本を読んでですね初めてこんなにも実は涙を流しました、えー、そんな作品をですねやらせていただく中でちょっと私の役はですね、えー、少々ちょっと変わっているというか、まあ、見た目的にも少し、まあ、チャラいというか、まあ、ちょっと気になるような部分があるんでそれをしっかり全うできればいいなと思いますこの素敵なキャストの皆様と、えー、全国回って早くお届けできるように 頑張りたいいいと思まますすよろししくお願いいたします僕はえー、とタクフェス宅間さんの作品に出ることを、えー、すごく目標にここまでやってきて、えー、ようやく念願のタクフェスに出演できるということでとても、えー、嬉しい気持ちでいっぱいなのですが初めてあの台本をいただきましてすぐ読もうと思ったのですがその後美容室の予約を取ってましてあの美容室のパーマを当てられながら 僕は台本を読み始めて最後の最後になる時にはあのパーマのいろいろくるくるの頭がついている状態で号泣しながら美容室にいるという状態があったんですがそれほど感動できるお話に参加できることをかみしめてえっと僕がえっとヤンキーの役をやらせていただくんですが。 クマさんと戸田さん演じる渚ろに憧れているヤンキーということで、えー、とこの「タクフェス」という作品に憧れていた自分自身と重ね合わせて精いっぱい頑張っていきたいと思いますよろししくお願いします。 えーとなんかあの古,古き良き日活のギャングみたいな格好してますけども、えー、別にそういう役ではございません私はなんかとにかくポスターの撮影をするときにちょっとこの帽子をかぶってってく、まあ、ちゃんに言われてかぶっただけなんでまさか今日もかぶるとは思わなかったですね、まあ、本番も多分これ,これかぶることはないと思いますけども、まあ、あの渚五郎の会社の、えー、芸能プロの、えー、社長という役柄で。 え本を読ませていただきまして、えー、結構根が深いっていうか後半になるとまあかなり暗い、あのー、ベースの話が出てきますんで、えー、後半はなんかすごいずっしりとくるものがありました。で,でもあのそういう重いものがあるから、あのー、やっぱりあの小さいところとかは前半とかすごく笑いがくるようなえとこがあ できればいいなっていいいいなう思いはすすごいしてますいわゆるあの喜劇の基本はシリアスなんで暗く,暗く作,作れば作るほど最後面白いんじゃないかっていうのは最近僕思うんで、えー、すごく楽しみにしておりますほ、えー、本当みんな初共演なんで僕も本当にねもう何十年も舞台やってますけどまあ、まあ、芸歴はトラ恵子さんのが長いかもしれないんですけど <laughs> もう何十年も舞台やってますけども。 あの誰も共演したことがないっていう舞台っていうのは本当なないんで、今回はとても楽しみにしております。みんな出所も違うんで、もうアングラだったりお笑いだったり、ね、まあそんなのでそういう楽しみもありますんで、えー、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。笑いあり涙ありの作品となっております。そしてタブフ,フェスはもう恒例ですけれども始まる前から最後まで、えー、びっちりと。えー 大体お値段8000円のお芝居になりますけれども、ライバルはディズニーランドと USJ でございます、<laughs> 1一日のフリーパスが7800円とかね、そこら辺のディズニーランドや USJ に負けないエンターテインメントを作って、お休みの日に遊園地じゃなくて、劇場に行こうと思ってもらいたいなと思って、一生懸命頑張ってきますんで、どうぞ皆さん、楽しみにしていてください、お待ちしております。